1992年のドイツツーリングカー選手権は、ドイツツーリングカー選手権の9回目のシーズンである。4月5日のゾルダーサーキットで開幕し、10月11日のホッケンハイムリンクまで、全12ラウンド24戦でタイトルが争われた。ドライバーズチャンピオンはクラウスルドビック、マニファクチャラーズチャンピオンはメルセデス・ベンツが獲得した。 メルセデスにとって初の DTM タイトルであった。上位25名がポイントを獲得した。1位から10位まで順に20から15から12から、10から8から6から4から3から2から1ポイントが与えられた。1992年の DTM に、アウディは SMS、シハーの2チームから4台のクワトロをエントリーさせた。最低重量は2年連続のドライバータイトルの、 獲得により1 3 0 0ラムとされた。これにより、戦績が低迷したため、6月になって、最低重量は1 2 5 0ラムに緩和された。アウディは1992年仕様のクワトロのエンジンに新設計のクランクシャフトを組み込んでいたが、シーズン中盤になって、DTM のレギュレーションを統括する ONS に違反とされたため、アウディはシーズン途中で、 DTM から撤退することになった。優勝も 4WD 車が得意とする、雨の中開催された第2戦ニュルブルクリンクの第1レースで、フランク・ビエラが挙げた1勝のみに終わった。1992年の DTM に、メルセデス・ベンツは、AMG、MS、ザックスピードから8台の 190E2.5 から16、エボリューション2をエントリーさせた。前年まで、 メルセデス陣営の一角として活躍していたスノーベックはフランスツーリングカー選手権に活躍の場を移した。AMG は前年から残留のクラウスルドビック、エレンロールに加えて1982年会1チャンピオンのケケロズベルグ、元会1ドライバーのベルントシュナイダーを加入させ、ドライバーラインナップを充実させた。クルトチームは AMG からザックスピードに移籍した。 メルセデスはオフシーズンのマシンの改良が走行し全24レース中16レースを制した。ドライバータイトルは AMG のルドビックとザックスピードのチームの争いとなったがメルセデスがルドビックにタイトルを取らせるようチームオーダーを出したことでルドビックの1988年以来のタイトル獲得が決まった。メルセデスはドライバータイトル以外にマニュファクチャラー チームの両タイトルも獲得した。a m g の女性ドライバー、エレン・ロールが第5戦ホッケンハイムの第一レースで女性ドライバーとして初優勝を記録した。1992年の DTM に BMW はシュニッツァー、FINA、ビガッチの3チームから6台の M3 をエントリーさせた。BMW は体勢を縮小させ、リンダ2は ワークスマシンが供給されなくなったが、アルミン・ハーネ、クリスニッセンにはワークスからのサポートが行われた。FINA は、ジョニー・チェコットが、スポンサーの FINA と結成した新チームで、チェコットのみの一大エントリーで参戦した。エースドライバーのチェコットを失ったシュニッツァーは1989年の DTM チャンピオンで、1990、1991年の イタリアツーリングカー選手権チャンピオンのロベルトラバーリアを DTM に復帰させた。1992年仕様の M3 はメルセデスに対して競争力が劣っていたため ONS はシーズン中盤になって M3 の空力モディファイを認める決定をした。この決定によって競争力の回復した M3 は第7戦ノリスリンク第8戦ブルノで4連勝を記録したが メルセデスの優位が覆ることはなかった。BMW 勢の最上位は FINA のジョニー・チェコットで新チームタイヤ銘柄の変更と環境が変化した中で2勝を上げランキング4位に入った。1992年の DTM にオペルはクラス1仕様のカリブラの開発のためワークスチームを参加させず、エッケンバーガー、イルムシャー、シューベルの各チームに対して 技術、資金のサポートを行った。1991年は DTM 規定者の参戦が認められなかったスパ・フランコルシャン24時間レースだが、1992年は再び参戦が認められ、BMW のシュニッツァー、ビガッツィ、イタリアのシビエムの3チームから5台の M3 をエントリーさせた。レースは前年優勝した。 日産のスカイライン GT-R との戦いとなった。スカイライン GT-R は1991年より 90kg、重い 1350kg の最低重量が課せられたが、最低重量 980kg の M3 よりも、パワー、スピードとも勝り、BMW 勢は、燃費の良さと信頼性を武器に戦ったがレースでは、スカイライン GT-R に対して徐々に差を、 広げられていった。だが、スカイライン GT-R は、エキのトラブルで6位にまで後退した後、給油時に火災を起こして撤退し、優勝争いは、シュニッツァー、ビガッチの2チームによって争われることになった。レースは、シュニッツァーのエリック・版で、ポール組と、2位のビガッチのスティーブ・ソーパー組が、同一集会で最終盤を迎えた。シュニッツァーは、 最終スティントでピットストップをせずバンデポールに最後まで走らせることにした。一方、ビガッチはピットストップを行い、タイヤ交換、燃料補給をし、ドライバーもソーパーに交代させて万全の状態でマシンを送り出した。ソーパーは激しく追撃し、バンデポールをラストラップに抜き去り0秒48差で逆転優勝した。 メルセデスと BMW は1991年に続いてマカオグランプリのギアレースに出場した。メルセデス、AMG はクラウス・ルドビック、ベルント・シュナイダー、エレン・ロールとケケロズベルグの代役として地元ドライバーにアモリムの4代。BMW、シュニッツァーはロベルト・ラバーリア、エマニュエル・ピロ、ヨアヒム・ビンケル・ホックの3台の他に地元ドライバーにも マシンをレンタルした。前年、DTM 勢に惨敗を喫した、ハセミ・マッサヒロのスカイライン GT-R は1991年より 50kg 重量を軽減され予選タイムを前年より2秒詰めることに成功したが、DTM 勢は、メルセデスのシュナイバーが、前年ピロが出した、ポールポジションタイムを5秒近くも縮めて、ポールポジションを獲得し DTM 勢の優位が揺らぐ。 ことはなかった。レースは、メルセデス勢が、アクシデントで崩れ、BMW が、ピロ、ビンケルホック、ラバーアリアの順で1から2から3フィニッシュを決め、ピロは2年連続で、ギアレースを制した。ニュルブルクリンク24時間レースでは、DTM クラスから出場した BMW のジョニー、チェコット組が優勝した。ありがとうございます。